けちょっとあっち、うん、そう、そんな感じでお願いしますね。メガネしてればいいよ、うん、はい、じゃあ楽にしててこのまま。楽、はい、楽です、楽します。コービーの検査です。おはようございます。先生はもともと小浜の方ですか？うん、私福井市です。福井の人ですよ。あ、みんなですか？うん、そう、みんな福井の人ですね。血取った人も、うん、そう、福井の人、福井っていうか大野ですね、あの人は。大野さん、うん、大野市っていうところがあるんですよ。私は福井市なんですけど。名前なんていうんですか、その血取った人？笹島めっちゃ上手ですね。うまかったでしょ、うん、上手ですね。ここにね、いつも住民検診に来てるんですよ、私が。そうですね、前もなんかこっちなたの方で、うん、福井の方からなんですよ。みんな福井からね、検診にここに来てるんです、バスに乗って。あ、そうですか。うん、で、今日も私らも福井から来てるんです。お姉さんの名前なんて言うんですか？ん？お姉さん。私、村中さん、うん。はい、よろしくお願いします。お願いします。うん、で、先生、首をこうやってどうなるんですか？何を見るんですか？うん、今、血管の中を見てます。血管え、喋ってもいいんですか？うん、喋ってもいいけど、あんま大きな声で喋らない。普通にしゃ、うん、うん、ちっちゃく喋るぐらいならいいよ。うん、大丈夫ですかね。朝から来ましたね。朝から来てます。朝から来てます。はい、お疲れ様です。いえいえ。右の方終わりましたよ。はい、はい、 次左に行きますので、今度はあのこっち向いてます、はい、北野さんこっち向いてます、はい、私の方。かしこまりました、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。超気持ちですね。これ取れますか？大丈夫ですね。難しいですよ。なんか何もなかったらいいですね。うん、右の方綺麗でしたよ、血管。右今先に見た方ね、は何ともなかったです。はい、良かったです。やっぱり一番は健康ですね。そう、健康が一番です、ね、健康がなかったら何もできませんよね。遊びに行くこともできないしね、食べるのも美味しくないしね。そうですね。